見てごらん、あのターボ。え？まさか。違うよ、うちのお客さんの 3.6 ターボ。昨日環状で事故ってね、ケツから散々煽られたらしい。間違えられたんだ、ブラックバードに。幸い怪我は大したことなかったけど、昔からの客で下手な人じゃないんだ。首都高の走り方もちゃんと知ってるし、今でもそこそこのチューンドならすぐかもる、やたらと元気のいいポルシェ乗りの親父さ。ところが今回はレベルが違った。ノーマルの 3.6 ターボなんか全然お話にならない本物の首都高ランナー。逃げても逃げても離れない。あっという間に自分を見失って。相手の車はやっぱりある。僕もそう思ったよ。そこまでの速さなら32か33の R しかないだろうって。でもそれは違った。それはちょっと変わった色をした、銀色の80スープラ。はい。ああ、タカシか。ブラックバードが環状を走ってる。間違いない、あのターボだ。今2周目に入ってる。オッケー、分かった、すぐ行く。出ちゃうの？オッケー。ああ、やっと会えそうだよ。出たって、ブラックバード。ああ、行ったらしいぜ、K。 ほんとマジだかな、あいつ。いくら K でもきついんじゃないか。ブラックバードってそんなにすごいの？すごいよ、もう半分伝説の人だもん。今でも湾岸最速と言われてる黒いターボさ。普通は絡まないよな。ちょっと別格だもんな。なんでその人を狙うわけ？本気でやるんだろ、首都高制覇っての。ふん。環状、湾岸、横羽、その他首都高と名の付く前線でブラックバードも S30Z も全部落とす。そのためにでかい借金して車まで買えたんだしな。ねえ、 K の新しい車って速いの？速いよ、80スープラのビッグタービン仕様だぜ。マジですんげえ速い。常時ブースト 1.2 かけて約500馬力、そしてスクランブルブースト 1.8 で約700馬力。とんでもねえモンスターなわけだ。そんな車運転して危なくないの？危ないに決まってんじゃん、FR で700馬力だろ。おっかねえ、とても環状なんて走らせられないって。俺はもうそんな命のやり取りをするような走りはごめんだけど、 K のやつはもう。ねえ、 K はどうして GTR にしなかったのかしら。そっちの方がずっと楽なんでしょ？楽だよ。でもほら、事故って死んだ K の親父も GTR じゃなかったじゃん。え、 K の親父車で死んでんだ。ああ、15年くらい前に酔っ払いを避けてさ、50キロも出してなかったらしいよ。なんて車だっけあれ、よく乗っけてもらったじゃん3人で。そうか、コウタとマキは K と保育園から一緒だっけ。どんな車か全然覚えてないな。だって俺たち3つか4つだったろ。ただ随分速い車だった気するよ。このレベルであの速さまで持っていってた。踏めばリアがスライドし、戻せばフロントが激しく巻き込む。パワーをうまく路面に伝えられない。当たり、環状があの流れなら9号線から湾岸に回ると思ったのよ。知ってる人ですか、今のスープラ。追ってきますよ。あんな車に乗ってるやつに知り合いはいねえよ。昔知ってた人に少し似ていただけだ。そのまま振り切れよ。逃がさないぜ、ブラックバード。高木さん、一気に追いついてきましたよ。早いですよ、このスープラ。見てましたか、昔知ってた人に。似てたな、正直驚いたよ。
だが全然年が違う。年？今なら40ちょいぐらいか。ただし生きていればな。男の子がいた。確か3つか4つ。あれから15年、年は合う。そんな偶然があるなんて思わねえが、あの男の子はもうあのスープラに乗っていてもおかしくない年だ。ボディ補強をお願いしたくて、今度北見さんにエンジン組んでもらうんです。そしたらボディは高木にやってもらえと。はあ、北見さんが。ガチガチになってもいいんです。とにかく300キロでも寄れないボディを。300？ レースカーですか？いえ、公道ですよ。公道で300キロ出す車ですよ。車は 2.8 の WX、 そいつをツインターボか。何のデータもなく、誰もノウハウなど知らない。あまりにも現実離れしたその数字。公道300キロ、それも15年以上も前。あの男は本気でそれを手にしようとした。前に出ろ、マキオ。俺のために無理に並走しなくていいし、あんな風に相手に譲ってやる必要もない。走る以上いつも前だけを見ろ。どんな時でも自分のためだけに踏め。今の加速、さっきは余裕かましてたな。大井で U ターン。環状へ戻ればチャンスはある。一番得意なコース。ここでこのスープラより速い奴はいない。暴れる車体をまっすぐ加速させていく。うまいもんだ。ええ、似ている。相沢さんと同じだ。俺が汐留 S 字で離される。 C1 でこの感情で俺がついていけない。